アメッコ市は、秋田県大館市において、1588年から旧正月12日に行われている、小正月行事。伝説を再現した、白髭大臣巡行大館市大町の片側に、車線の指導、通称大町八甲通りを歩行者天国にして、毎年2月第2土曜日と、その翌日曜日に開催される、小正月行事である。 雨っこしの雨を食べると風邪をひかないとの伝承があり、縁起物の雨を買い求める人で県内外から約15万人の人出がありにぎわう。水木の枝に雨をつけ、稲穂の代わりに神前に備える農家の風俗行事であったのが始まりと言われる。祭りのメインイベントは、近くの田代岳の守り神、白髭大臣が雨を買うために山から降りてくるとの言い伝えを再現し、 白髭大臣とモンペ姿の少女、お甲らが練り歩く白髭大臣巡行である。また、1972年より、現在のように観光行事化するようになると、秋田県保存会による秋田県のパレード、民謡賞など、従来の少々月行事以外のイベントが、同時に開催されるようになっている。その反面、雨を売る露店が、ピーク時は60点ほどあったものが、 地元の在住者に限定されている出店規制や個人の販売者の高齢化が要因で徐々に減少していき2013年には30店ほどに減少している。また、飴っ越しで販売されるメの一部種類が市内のスーパーマーケットで飴っ越し開催前の特定期間販売され当日会場へ出向かなくても購入できることや 高齢化とか疎化により、規模が年々縮小傾向にある。当日は歩行者天国で、路線バスの経路が変更になるため、大町八甲通りにあるバス停は利用できない。なお、期間中は、大館駅前から、会場入り口まで、有料のシャトレバスが運行される。当日は、秋田駅から、臨時、快速列車、大館アメッコが運行され、同日に行われる。 湯沢市の犬っ子祭り向けに、大館駅発、湯沢駅行きの臨時、快速列車、犬っ子祭り号も運行される。雨ッコ市の由来、秋田県大館市観光協会、2021年2月13日閲覧。大町八甲通りは、旧国道103号の長倉交差点南町、交差点間の約400メートル、旧正大町中央通りで、廃業した。 小札竹村デパートのビルが中心部にある AB2001 年までは2月11日に固定されていた4代続く雨売り後継者なく廃業雨越し出店数ピークは6今年は半減の30点北近新聞 JR 時刻表平成24年2月号よりありがとうございます